い、皆さんおはこんばんにちは、バットです。今日は10月7日夕方4時ですね、琵琶湖畔にいます。風が強いです、はい、でこっちからの風が強くて、このねこのゾーンにテントを張ろうと思ったんですけど、ちょっとあまりにも直で来るんで、ちょっと奥まったところに後ろの方に、張って、若干そっちだとね風は遮られてるんで、そこでテントを張ります。で夜になるね、このテーブル、この折りたたみのテーブル久しぶりですねキャンプ始めるた頃買ったやつかな。なかなか出番なかったんですけど、今日は本当もう地べたスタイルでやろうと思ってたので、砂浜でね、なのでもうこういう感じです。ではとりあえず飲むわ。よいっす。ブルリちゃん買ったんですよ。秘密のブルリちゃん買ったんで、さっきの砂浜でこれ使ってちょっとね焚き火兼飯を作りたかったんですけど、やっぱちょっと風が収まらんとちょっと厳しいかなと思ってます。いやー、もうちょっと静かな琵琶湖を想像してたんだけど、台風の影響なのかな、風がね、強い。本当はね風収まったらあの辺で焚き火したいんですけどね、まあそれはしゃあないですね。あのなんかね、時代はやっぱりなんかレモンサワーバヤリっていうことを前から言われてるんで、最近家でもねレモンサワーっていうのを作って飲んでるんですけど、前もねゲーム実況の時に言ったと思うんですけど、言ってるんですけど、これレモンってね、あの今まで俺多分外国産のをずっと使ってたと思うんですよ、ハイボール作るにしても。でもこのレモンサワーのまあいろいろレシピをね、お酒のメーカーのレシピを見たら、必ず国産レモンを使ってくださいって書いてあって、で前回国産レモンでね、たまたま広島さん、これも広島さんなんですけど、やったんだ、もうめちゃめちゃ美味しくて、もうその今までのレモンが何だったんだっていうくらいこの国産レモンが美味しくて、もうドハマりしてますね。で今日も4つ買ってきました。で、外国産のレモン、まあチリ産だったんですけど、に比べてやっぱり値段は高いんですけど、でも全然美味しいですよ。びっくりしました。レモンなんてどれも一緒だろうと、酸っぱけりゃ一緒かなって思ってたんですけど、全然美味しいんで、ほんとねこの国産レモンでね、ハイボールでも、まあこのレモンサワーでもね、ぜひやっていただきたいと思います。で今日はこれですね、宝焼酎にしました。金宮もあったんですけど、たまにはこっちかな、結構こっちも好きですね。2対8ぐらいで、強炭酸ですね、強炭酸強めなんでしょうね、多分。でも降りましたんで、ドバドバっと、ドバドバっと2、3個入れていこうと思ってます。レモンサワーいただきます。レモンだ、
酸っぱくないですよ、うん、レモン、もうなんか爽やか、うん、俺みたいに爽やか、あーうまい、いいねこれね、夏場になんでやんなかったんだっていうねでもね、ハイボールにちょっと飽きた人はもうレモンサワーいいと思いますよ。で、ね、アマゾンでさ、酔っ払って買っちゃったさ、この焚き火、秘密のグリルじゃん秘密のグリルじゃんいや、あんまりね、自分のキャンプスタイルでこういうのこれあんまり使わないなと思ってたんですけど、だけどなんか欲しくて、何欲しいものリストには入れてたんですけどね、違うこうじゃない、こうだね、欲しいものリストに入れてたんですけど、酔っ払った勢いでこの間ポチってしまいまして、で届いてから気づいたっていうね、あ俺そういやポチったわみたいな、まあいいんですよ、うん、全然使う場面はあると思うんで全然いいんですけど、でこっちこれはねこっちの奥3本ぐらいしか使わないです、よいしょよいしょ、3本ぐらいかけて、一応ね下に燃えないようにこのあのスノキの焚き火台の台を置いて挟んだ置いて火をつけていきたいと思います。燃えるものはねもうこの辺にね普通にいっぱいあるんでね、この辺にあるやつをレモンサワー飲んでいく。これ見えるかな、ピザなんですけど、これ焼かないといけないんですよ。でどう考えたかっていうと、この下に入れたら焼けるんじゃないかと思ってね、ここにね、ここに入れたらとりあえず上は焼けるんじゃないかなと思ってちょっと入れてみます。おいチーズ、チーズ溶けてる雰囲気あるかな、これちょっと適当に入れてる、火挟みいい感じです。もうちょっとでここに登場するんで、やべえ、このまま手で引きちぎって、あっちゃいただきます、あっつぁあっつぁあっちゃ、うん、うまっ、うまっ、ピザ食い終わりまして、まあほぼまだね、もうないですね、あのおでんがあるんですけどとても食べれる気分じゃないんで、もう多分今夜はこれぐらいかな、あとは枝豆があるんでそれをつまんでね
まったりと飲もうかなと思ってます。やっぱりこっちのね、湖畔っていうか水際は風がちょっとありますね。真っ暗です。でね、これ見えんと思うんですけど、星がやっぱり綺麗に出てるんですよ。そして対岸のね、対岸の明かりがちょっとだけ点々で見えると思うんですけど、対岸の明かりがね、なんていうんですかね、水平線上にビョーっと一直線でね、見えてるんですけど、多分映らないと思いますけど、まあいい感じですね。風がなくてもうちょっと穏やかだったらこの砂のゾーンにねテント張りたかったんですけど、今回はちょっとまだ断念ですね。また次行きたいと思いますね。はい、おはようございます。おはようございます。今朝5時43分ですね。もうすぐで多分日の出かなと思います。やっぱりね、若干風はあって波もありますけど、昨日よりはマシかな。今日もね、晴れそうな天気ですね。なんていうのかな、この辺から火がダッと昇ってくるかなと思ったら、ずいぶん陸地の方から上がってきてるようなので、湖面から上がるというか、そういう感じじゃなかったですね。はい、今6時ちょい過ぎぐらいなんですけど、もう今日は早々に撤収して家帰って風呂入ってゲームして飲みたいと思います。次のキャンプはどこかな。来週土日仕事になっちゃってるんで休みなんですけどね、ちょっとキャンプは2週ぐらいかもしれないな。はい、ではまた。バイバイ。